Hi everyone! How is going? It's me, Takeharu. Please call me Takeharu. So today is January 7th. January 7th. So let's get started. 1月7日ですね。まあ、正月三が日も終わりまして、まあ、週も明けて、今日火曜日ということで、もう普通に、仕事を始め、ですね、間違いなく、多くの企業がやってるかと思います。今日も、まあ、いつも通りフレーズを紹介していきたいと思います。今回のフレーズに関しては、なんだろう。英語を勉強している人っていうのはよく使うと思うし、まあ、いいことがあった時、悪いことがあった時にもよく使うようなフレーズじゃないかなと思います。はい。じゃあ、これで紹介していきたいと思います。I'm at a loss for words. I'm at a loss for words. っていう感じですね。これは I'm at a loss for words ということで I am で I'm ですね。at a loss これは at a loss で困る、困ったよ、困っているということですね。for words なんで言葉に困る。私は言葉に困っている。まあですから、なんて言えばいいかわからない、言葉がうまく出てこないっていうことですね。で、これ単純に、本当に、なんだろう、言葉に困る、なんて言っていいかわからないっていうことなんですけども、どういう時に使うかっていうと、まあ、よくありますよね。ドラマなんかでも本当によくあるし、まあ、例えば友達の不幸があった時とか、良くないことがあった時に、相手にかける言葉が本当に見当たらなくて、ご愁傷、まあ、日本語で言うとこのご愁傷様ですとか、まあ、いろいろあるんでしょうけども、うまくその、慰めとかフォローの言葉が出てこないときに、I'm at a loss for words っていう感じで、なんて言えばいいか、本当にお悔やみ申し上げますみたいな感じのニュアンスで、悪いこと、ネガティブなイメージのときに使う感じですね。もちろんこれ、感情的な表現が結構大きいので、いいことがあったとき、喜びの表現としても、よく、テレビなんかで何かの賞の授賞式の時に、まあ、感無量ですとか、言葉が出てきませんっていうことをよく言いますけども、それと同じ表現で、喜びのあまり、うまい言葉が出てこない、なんて言っていいかわからない。そういう時に、プラスのポジティブなイメージの時にも、I'm at a loss for words。っていう風に使う時もあります。だから感情がだから全面的に出てきているような感じの言い方ですね。いい時も悪い時も、もうなんて言っていいのかわかりませんっていう感じです。で、同じような意味合いで言うところだと、I don't know what to say. これはもうそのまんまですね。だから、どっちかっていうと、この I'm at a loss よりも、ちょっと控えめな感じですね。同じような意味を言ってるんだけども、控えめな感じ。そんなに感情が出てない感じですね。もう、そのまま、I don't know. 私は知らない。What to say. なんて言っていいのか知らない。よく、なんだろう、何をすべきか、どうしていいかわからないって時に、I don't know what to do って言いますよね。それの what to do が say に変わった。なんて言って、何をするべきか。っていうのが、まあ、何を言うべきかに変わってますね。what が何で、to say が、言うことですから。I don't know what to say、なんて言っていいかわからない。っていうニュアンスになります。で、まあ、これもご多分に漏れず、同じような表現の仕方っていうのがあります。what should I say? What should I say? っていうふうに言うと、これは例えば、もうこれ、何っていう風に聞いてますから、should I say、私は、何を言うべきか、どう言うべきかっていうことで、こういう時なんて言うんだっけ、ちょっと教えて、助けてみたいな、相手にちょっと聞くような感じのニュアンスの時ですね。助けを求める。what should I say? で、あとはここが what が how に変わった時ですね。what と what, how って違いますけども、how should I say っていうのは、まあ、言葉話をしてるとき、how should I say ってとか、まあ、なんていうか、その、っていう感じで、バツナギ的な言葉をこう探してる、自分で言葉を探してるニュアンスの時で、How should I say? How should I say so? っていう感じの、Well っていう感じの、バツナギ的な、なんて言えばいいのかなーって、こう今探してんだけどっていう感じのニュアンスになります。で、もう一つ、これも、まあ、ちょっと今考えてるんだよ。なんて言えばいいのかな、っていうニュアンスで、I'm trying to find a good word. I'm trying to find a good word. Here. まあ、here がついたら、ちょっと待ってねっていう。I'm trying to find a good word here. もうこれはそのままですね。I'm trying. 私は努力している、挑戦している。I'm trying to find,探すことを、挑戦してる。今探してるところ。good word. いい言葉。find a good word. 今、今ちょっといい言葉、うまい言い回し、なんて言えばいいかちょっと探してるから、ちょっと待ってね。っていう感じの、ちょっと待って、考えてるような感じですね。How should I say? とか、なんて言えばいいか、っていう。感じと同じようなニュアンスね。I'm trying to find a good word っていう感じですね。で、まあ、この What should I say っていうのは相手に聞いてる感じ。で、もう本当に何て言っていいかわからないっていうのが上の2つですね。で、より、強力に、まあその、本当にお悔やみ申し上げます。もう何と言ったらいいかっていう感じとか、ああ、嬉しい。もう言葉では言い表せませんっていうプラスの、まあ感情が一番出てるような感じですね。っていう感じで、日本語で言うと、本当に何て言ったらいいのかっていう一つで、いろんな、もう言葉のトーンとか表情で使い分けができますけども、英語で言うと本当にこれだけ、まあこの他にもたくさんあるんでしょうけれども、いろんな言い回しがあるので、その状況とかシチュエーション、言う相手、自分に対してこう言ってるのか、まあ相手に対してそれ言ってるのかっていうところで言い回しが変わってくると思いますんで、覚えておけばいいと思います。まあ一番わかりやすいのは、I don't know what you do の、ここが変わっただけで、I don't know what you say でもいいと思うんですが、I'm at loss for words. I'm at loss for words って言った方が、まあ、より感情表現するべきところで、言えば効果的じゃないかなと思います。I'm at loss for words という感じですね。はい、今日はこんな感じでした。ちょっとここ違うよとか、こういう言い方もあるよっていうのがありましたら、コメントお待ちしてます。あと、そうですね、グッドボタン、それからチャンネル登録もお待ちしております。Thank you for watching this video. Could you please subscribe? See you next time. Bye!